サムライディーパー今日。サムライディーパー今日。兄の仇を求め旅をする椎名ゆや、その仇は背中に十字の傷を持つ壬生京四郎。本当に彼こそが仇なのか、信じることも拒むことも決められず、ただ真実を追うため京四郎を追うのでした。玉叩き込んであげます。大好きな温泉でたっぷり湯治できますよ。ゆやちゃん、俺は別に風呂に入るのが趣味ってんじゃなくて、覗くのが趣味。第一戦始め。それまで完勝椎名ゆや。用心棒いりません。第二戦始め。舐めすぎたわね。それまで完勝椎名ゆや。用心棒いりません。になるのかしら。ちっ、これだから知り合いはやりづれえぜ。今日と一緒にいたら必ず不幸になる。一緒に来ませんか。私ならあなたに幸せを差し上げられる。私は自分で選んだ道なら絶対に後悔しない。それに幸せは人からもらうものじゃなく、自分の手で掴むものでしょ。第一戦始め。無駄です。それまで。勝者椎名優也。用心棒いりません。第2戦始め。甘いですよ。それまで。完勝椎名優也。用心棒いりません。自分の生き方は自分で決めるわ。あんたなんかに決められるのなんてまっぴらごめんよ。いけませんね。相手を見下す癖がついてしまって力を出し惜しんでしまいます。危ないってば、サスケくん。銃は人に向けたら危ないんだってば。いいから撃ってみてよ。銃ってのがどのくらい強いのか試したいんだ。来ないんならこっちから行くよ。第1戦始め。お任せ。賞金小鉢をなめすぎたわね。それまで。完勝椎名優也。用心棒いりません。第2戦始め。お任せを。賞金小鉢をなめすぎたわね。それまで。完勝椎名優也。用心棒いりません。東海道中にその人ありと歌われる賞金小町の椎名優也よ。こんな屈辱は初めてだ。この俺が一杯食わされるなんて。日頃の酒代、あんたの賞金で清算よ。ちんくしゃな下僕ごときがご主人様の酒代くれえでガタガタ言ってんじゃねえよ。第一戦始め。賞金小町を舐めすぎたわね。それまで完勝椎名優也。用心棒いりません。第2戦始め。おろそれまで完勝椎名優也。用心棒いりません。さてあなたは何両になるのかしら。京四郎の野郎が邪魔しやがったが体が重い。路銀が心もとないのよね。どこかに手頃な賞金首いないかしら。マジやゆうやはん使い込んどるのは共犯やて。あっちの方が賞金も高いて。第一戦始め。賞金小町を舐めすぎたわね。それまで完勝椎名優也。用心棒いりません。第2戦始め。賞金小町を舐めすぎたわね。それまで完勝椎名優也。用心棒いりません。さてあなたは何両になるのかしら。あかん槍に体力ぎょうさん吸われてもうダメや。酒いつ買ったんですか？お財布軽くなってるんですけど。あれ、ゆやさん本気っぽいですね。サスケ助けてー。第一戦始め。それまで完勝、椎名優也。用心棒いりません？第2戦始め。賞金小町を舐めすぎたわね。それまで完勝、椎名優也。用心棒いりません？さて、あなたは何両になるのかしら？肉を切らせて骨を断つのつもりだったんだけど、これも策士策に溺れるっていうのかな。また操られに来たのか、それとも毒蜘蛛の餌になるか。こう見えても賞金稼ぎよ。前のようにむざむざやられはしないわ。第1戦始め。賞金小町を舐めすぎたわね。それまで完勝、椎名優也。用心棒いりません？第2戦始め。賞金小町を舐めすぎたわね。それまで完勝、椎名優也。用心棒いりません？自分の生き方は自分で決めるわ。あんたなんかに決められるのなんてまっぴらごめんよ。次に相まみえた時、貴様か私どちらかの命の炎が燃え尽きると思え。お金になるたぬき狩りって、雪村さんちょっと人を誘っといてどこ行ったのよ。御前試合で鬼目の京と一緒にいた娘か。買ってみるか私を。第一戦始め。それまで完勝椎名優也。用心棒いりません。第2戦始め。賞金小町を舐めすぎたわね。それまで完勝椎名優也。用心棒いりません。東海道中にその人ありと歌われる賞金小町の椎名優也よ。俺が倒れようとも俺の意志は決して死なぬ。必ずや次の世代へ受け継がれてゆくものと俺は信じている。私は逃げません。あなたと戦います。あなたがみんなにした仕打ち、絶対に許せないから。今日の女か。よかろう、特別にしあってやる。貴様の屍はさぞ今日を喜ばすであろうな。第1戦始め。賞金小町を舐めすぎたわね。それまで完勝椎名優也。用心棒いりません。第2戦始め。それまで完勝椎名優也。用心棒いりません。東海道中にその人ありと歌われる小金庫町の椎名ゆやよ。幾年幾月時が流れようとも天が地がこの世が俺を必要とする限り俺は必ずよみがえる。必ずな。これが本物の今日の体。目の前にしただけで押しつぶされそう。なんていう邪悪な木なの。昨夜に似た魂が面白い。本物の前に貴様を味わってみる。第一戦始め。それまで鑑賞椎名ゆや。用心棒いりません。第2戦始め。逃げるな。小金庫町を舐めすぎたわね。それまで鑑賞椎名ゆや。用心棒いりません。東海道中にその人ありと歌われる小金庫町の椎名ゆやよ。我が魂が消えていく。心の揺れを仇という殻で必死に包み、ゆやは京四郎の前に立つ。その引き金は彼女の決意を示すかのように揺れていたのでした。兄様の仇なの。わからないのよ。どうしたらいいの。教えてよ京四郎。言い訳はしない。第一戦始め。それまで完勝椎名優也。用心棒いりません。第2戦始め。賞金小町を舐めすぎたわね。それまで完勝椎名優也。用心棒いりません。なんで私なんかに負けたの？私に倒されることがあんたの罪滅ぼしになるとでも思ってるの？僕の魂が弱くなってきている。あいつが邪魔しているのか。もうこれ以上刀を振ることができない。仇という心の殻は戦いで砕き、そこから覗く優しさが決断したのか、それとも心の揺れがそうさせたのか、今もなお引き金をためらうのでした。どうするか決まるまでどこにも逃がさないからね。アホ毛なんか出してもダメよ。あんたはあの壬生杏四郎なんだから。関ヶ原の合戦から数年、千人斬り鬼目の狂、その復活が起こした一つの波は、たゆたう動乱の気配を大きくうねらせていきました。今日の起こすうねりの中に、多くの者たちが利用せんと復讐せんと己の武を頼りに踏み込んでいくのでした。そんな武に生きた、武に生きざるを得なかった武とさまざまに交わりを持つ者たちの物語。第一戦始め。危ないわね。こんなものか無駄ですよ。こんなものか逃げるが勝ち。無駄です。